松田学です。山尾志織衆議院議員といえばですね、中国に対する人権問題に対するマグニツキー法の制定に向けてイニシアチブを取ったりとかですね、保守系の方々にも大変期待をされている衆議院議員でいらっしゃるんですが、この度ですね、もう議員を退かれて新しい道に進まれるということで、これからどんな思いでどういう方向に、で活躍されるのかも含めてですね、今日いろいろお話を伺ってみたいと思います。山本先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、今話題の話からしますと、アフガニスタンの話も大きいんですが、最近の山本先生のご活躍として、を象徴する事件として、香港の検察当局が、市民運動家の方をの罪状として山本先生の名前を出してですね、日本とかの中計り事をしたというふうな話があったようなんですけど、それはどういう話だったんでしょうか。私も報道で知りました、報道によればですね、有罪という判断がなされた上で、来年の1月にも、また量刑は、その武器の判断になるというふうに聞いているので、ちょっと慎重に答えるべきだと思ってます、ただ今言ったような、ことが実際あって、私が本当にすぐ発信しなきゃいけないのはですね、やっぱりこういうその、外国勢力との結託というような形で市民活動を犯罪化するような国安法自体がけしからんと、国際法違反で是認できないということと、あとはいずれにしてもですね、その狙いっていうのはどこにあるのかと考えると、そういったその香港の市民活動と国際社会の絆を断ち切るということが狙いなわけですので、その狙いは失敗しますよと、私も含めて、議連も政党も、こういった市民活動のサポートは続けますし、私たちの日本 の、その政策として人権侵害制裁法、マグニツキー法の制定に向けた活動っていうのは強化していくということはだけは、しっかりとお伝えしたいと思ってます。そうですね、こうやってお名前が出たのは名誉なことじゃないかと思いますけど、ね、それで国際的にも国会議員 の、 連盟といいますかですね、議連のようなIPAC っていうんですかね、そちらも声明を何か出してるんでしょうか。IPAC、対中政策についての国際的な議員グループで、そこに日本で、中谷元議員と、私が共同代表で入らせてもらってます。なので IPAC としても即声明を出しました。やっぱりこれはこういったその、なんていうの、犯罪化っていうのは、正義にもとる不当なもので認められないと、いうことは即近視をしています。そういうことですね、G7 の中で、日本だけが具体的な行動にまだ人権問題に対して踏み切ってないっていう中で、これからあれですね、どうなっていくんでしょうね、日本はですね、本当に日本がすっごく大事なんですよ、なぜかというと、やっぱりその中国なんかは、この人権問題っていうのは西洋の欧米の価値観の押し付けだというふうに弁解するわけですね。なるほど。それに対して、いや違いますよと、人権に西洋も東洋もありませんよと、私たち日本見てくださいと、東洋の立派な人権国家ですよということを本当に説得力持って言えるのは、やっぱり日本だけなんですよ。韓国もやっぱり言い切れないでいるわけですね、その証拠にさっき言ってたIPAC の、国際的な議員連盟ですけど、アジアの中で加盟国まだ日本だけですか。そうなんですか。やっぱりさまざまなプレッシャーの中で、やっぱり中国と向き合った時に、アジアの他の国は面と向かって参加できないわけですね。日本はやっぱりこれだけの安定した経済力を持って、曲がりなりにも一定の自衛力を持ってると、それをもってしてやっぱりきちっと物言えない国に代わって、アジアの人権国家として物言っていくっていう、それはアメリカにもイギリスにも果たせない役割だと思うんですね。なるほど、やっぱりそのアジアの国であるからこそ果たせる役割ですね。そこはですね、その通りです、なるほど、それをきちんと果たしていかなければいけないですね、国会にはですね、そういった面で、それから先ほどちょっと、口にしましたアフガニスタン情勢、どのぐらいご覧になってますか。
話もつながりはするんですけれども、やはりそのアフガニスタン情勢がまあ緊迫をして、タリバンが事実上政権を奪還した時に、中国の報道官がいち早く、タリバンと の、 関係をまあ継続強化すると発信したんですよね。そうなんです。でその時 の、 そのトーンというのが、東洋には東洋のやり方があるんだと、価値観があるんだと、こういう発信をすることによって、その自国の人権弾圧も共に正当化していこうとしてるわけです、なるほど。だからさっき言った通りね、やっぱりその中国で起きてること、ミャンマーで起きてること、アフガニスタンで起きてること、やっぱりこの、いわゆるその広いアジアの地域の中で次々と問題が起きていく、人権侵害が起きていく中でね、アジアにあることということが、その人権弾圧を正当化するようなそんな地域の一員であってはいけないっていう、ことをすごく思ってるのが一つと、あとはやっぱりそのアフガニスタンでは、やっぱり当初、アメリカも、極めてその甘い見立てで、31日出ていくというようなことで、ある意味お粗末な、ことだったわけですけれども、ただやっぱり日本もですね、その状況悪化を知ってからの、やっぱ初動もとても、正直遅かったのが事実です。それこそ邦人救出という、目標は大事なんですけれども、もう世界各国は、邦人だけじゃダメだよねと、やはりその現地の協力者、これをやっぱりいかに守っていくかっていうことが、それぞれの国に問われてるっていう、問題意識だけはやはりいち早く持ってですね、必死に軍用機を飛ばし、そして、大使をキープするかどうか別としても、現地にやはりその本国からのプレゼンスを残して、必死にカブル空港で救出に当たっていたわけです。で、私たち人権外交議連でも、とにかくやはりその大使以下12名が、退避をしましたので、現地には日本のプレゼンスがゼロという状況に一旦なったわけですね。なので、したがって早く自衛隊機を飛ばして、そしてそこにジャパンデスクを置いて、邦人救出はもちろんのこと、協力者の救出に当たらないと、そんなね、誰もよこしてない国の協力者、後回しになりますよね。そりゃそうですよね。そういった意味で自分の国の領土領海と自国民だけ守っていればいいというものでもなくなってきたわけですよね、そういう意味ですね。だからすごく、時代の変化が激しいですけれども、今回その自衛隊機を使った、いわゆる輸送ですね、というのは自衛隊法の84条の4というのを使っていて、基本的には邦人輸送の条文なわけですね。そうなんですね。邦人がメインで、それと一緒に乗せなきゃいけない外国人とか、すごくこの、重たるものとして扱われているわけです。今回、ここに引っ掛けて、今オペレーションを進めようと、本当に自衛隊含めて、各所頑張ってます、応援したいと思いますけど、やっぱり一段落したら、やっぱりこの、やはり何というのかな、その現地に協力者を置いて、日本政府としての政策を主導してきた、やっぱり国家としての保護責任、そしてもう一つ、やはりその他の国と違うのは、日本はやはりこの20年間、武装解除の仕事をやってきたわけです。やってきましたね。で、どこの武装解除をしてたかっていうと、911の後、タリバン政権が崩壊した後、むしろ反タリバンの側だった軍閥の武器を回収してたわけです。したがって今回日本の協力者のアフガンの方が辛いのは、タリバンを敵に回してるだけじゃなくって、その反タリバンも敵に回してるわけです。つまり、お前たちが日本に協力して全部こう武器を回収したから、今こんな事態になってるじゃないかという、やっぱりそういう言われのないね、非難を受けて命の危険にさらされているわけなので、やっぱり20年間日本政府が平和構築という旗を振って、やっぱ日本 の、 ポリシーとして主導してきたことを、一緒にリスクを伴って、やってきた仲間はやっぱり絶対に、救わなければ、これから国際社会の中で日本が平和構築やれますと、そういうその手を挙げる資格を失うかどうかの瀬戸際だと思います。本当におっしゃる通りですね。それから先ほど言われたアジアにはアジアの価値観があると、中国には言わしたくないですよね、これですね。
いいんですよ、アジアにはアジアの価値観があります、でもそれはその人権弾圧を見て見ぬふりをして放っておくという価値観じゃないはずです、ですよね、もっと中庸のすごく、懐の深い包摂する、そういった価値観じゃないでしょうか。本当その通りですね。でそういった意味で日本の価値観こそアジアの価値観じゃないかと、ちょっとこの際言いたいところがありますよね。本当に言うべきタイミングだと思いますね、はい、おっしゃる通りですね。ありがとうございます。それとですね、今ちょっと内政問題でとにかくもう何は何でもコロナコロナコロナという世の中になってますけれども、菅政権の対応がこうあんまやっぱり国民がほとんど評価していないという、状況がありますけれども、まあ、その中で私もあれはどうかなと思ったのは、あの酒類販売業者に対する要請を出したり金融機関に対する要請を出したりとかいろいろありましたけれども、山本先生はそれはどのようにご覧になってますか。まあ、もちろんね、もう法の根拠がなくて、むちゃくちゃその弱いところにその負担を押し付けてるっていう、もうその問題点はあります。日本は法治国家じゃなかったのかという思いありますけれども、まあもうそれ以上にですね、やっぱりやり方が汚いですよね。本当にそういうその、金融機関だとかね、お酒のお店、小売りをね、こう通してね、その取引停止を脅しかけてね、酒出すなと、それなんていうこと聞いてくれないかって言ったらば、自分たちがちゃんとエビデンス出せてないし、やっぱりその納得感をちゃんと植え付けることできてないし、お酒を出さないことによって営業を続けられる環境を作ってないからですよね。おっしゃる通りですね。そこにきちっとその向き合わずして、とにかくその民間同士の信頼関係に傷をつける形でね、脅し合って監視し合ってやめさせろっていう、もうこういうやり方はやっぱ国家として恥ずかしいと思いますね。本当ですね。いや、私も昔役人やってたんですけど、ちょっとああいうのは禁じ手ですね、役人としてもそういうことはしない。どうなんですか、あれ。もう私すぐその金融庁の方も呼んでね、金融庁としてね、そんなあの関係金融機関にね、こんな取引停止言えるんですかって、言っていいんですかって、常識この部屋に来ていただいてね、話をしましたですよ、本当に。まあ、本音はもうこれは無理だというふうに、悪手だということは多分ご存知だったはずです、いや、もう十分理解してそう思ってたと思うんですねもうでもそれでも鑑定筋から言われて、いや、しょうがないなというのが本当のところじゃないですかね。だからああいう発想を出した方々が一体ね、ちょっとどうなのかなという感じしますね。そうですね。ただまあ地方自治体もね、さまざまですし、まあ、自治体なりにね、問題なしとしませんけれども、ただまあやっぱり国にそういう方針を押し付けられて、まあある意味仕方なく、そういったまあ誓約書なりをそれぞれ条件として整えていた地方自治体も、まあ私自身が西村大臣にまあ直接質問でぶつけて、まあこれやめますと。いうことになった、その夜にですかね、それこそ小村知事、愛知県なんかは、もう辞めるということなら、うち即辞めますよということで、もうすぐその条件外しましたし、もうそこからは大阪も東京も含めてね、もうパタパタとその条件を速やかに外してくださったこと、そのリスポンスには私自身は感謝はしてます。確かあれですよね、支援金かなんかの受け取る、その条件として、その酒を出す店と取引をしないことっていうことを制約しろっていうのが入ってたんですよね。そう各自治体のね、その申請の、要項の中に入ってたわけですね。それは、ある意味もう国からの通知で、横並びで入れていたわけですけれども、国ってね、結構すぐ間違えましたと、改善しますっていうの遅いですよね、ともすれば。まあ国って基本的にそれやりたがらないですからね。そうですね。ただ自治体の方は、やっぱり改善すると、おかしいならやめていくというレスポンスが早かったっていうことは、私自身は本当に感謝してます。そうですね。そういう支援というのがですね、こう、なかなか遅いって話もありますよね。これね、難しいところで、7月以降 の, その申請時期のものについての要件が入ってたんですけれども、結局その早くから申請を受けていたところはすでにその条件を入れてしまっていたがために変更する羽目だと。でその多くはまだ
遅かったがためにその、まあ、条件を入れてなかったっていうこともあって、まだ出してなかった、まだ出してなかった、間に合ったみたいな。でもまあそれは本末転倒でありまして、はいはい、そうですね、まあ、本当にあの4月5月6月分の申請金の支給が7月の申請時期のスタートだっていうこと自体それですら遅いわけですから、普通だったら資金繰りがつかないですよね。つかない、普通だったらつかないわけですよね、やっぱりそこのスピードアップにも、まあ、大きな問題があると思います。はい、本当にその通りですね。まあこのいろんな意味でこのボロがたくさん出てるような気がするんですが、まあ、この国民民主党で活躍されて、まあ、あの安倍政権菅政権それぞれご覧になってきたと思いますけれども、まあ、安倍政権と菅政権どんなふうに総括されてますか？そうですね、まあ、やっぱり両方に共通して言えるのは、はい、それこそ釈迦に説法ですけれども、はい、役人のやる気と能力を極めて削ぎ落とした政権ではないかと思います。だからまあその体たらくが今のコロナ対策 の、 あの貧弱さというふうにまあ私自身は思いますね。それこそさっきの話ですけど、あの本当にあの官僚がね自分自身の能力ちゃんと発揮できたら、あんなあの金融機関への圧力文書は金融庁はやっぱり自分の矜持を持って出さなかったはずですよね。政府を仕返したと思うんですけど、私昔金融行政大蔵省だったことありますけれども、はい、あの自分 の、 その銀行法だ、ね、銀行法上に基づいた指導はこれはしますけど、うん、全然関係ないものをですね、ああいうっていうのはあの本当にあのこれはやっちゃいけないことだっていう最低限のモラルがありましたよね、うん、はい、それがどうなったのかっていう、私逆にお聞きしたいんですけど、はい、そのモラルが低下したのか、モラルのある人が、あのやっぱり判断権を持つ役職にいられなくなったのか、何が起きてるんでしょう？あ、そうですか、うん、それはですね、私聞きたい、あの今の、 あの状況を忖度しますとですね、あの官邸の力がめちゃくちゃ強すぎるんですね。ですから、自分のと部署のところの失敗で国会を止めちゃいけないと、それが最優先の課題になっているんじゃないでしょうか。ですから場合によっては、まあ、例の不幸な改ざん事件もありましたけども、まあ、分かりませんね真相はですね、でもそういうの事故起こり得る雰囲気を作ってきたのは事実だと思うんですね。ただあので私がいた頃はですね、もっと役人としての矜持があってですね、政治家が何を言おうかっていうのがあって、行政には行政の筋があるっていうのがありましたし、なんかあちこちから言われて、いや実はこれはもういや、もうやらざるを得ないんです、上司に挙げたらお前何言ってるんだと、上司に怒られたっていう雰囲気ありましたよね。今は上司の方からそういう風になってるんじゃないでしょうかね。なるほどね。そういう感じがしますね。はい、だ逆に言うとその、こういったやっぱりそのコロナ対策なんかっていうのは、やっぱり各省の知見をもっともっときちんと使ってほしいんですよね。はい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 、で逆に外交の面なんかっていうのは、はい、外務省べったりではなくって、はい、やっぱり今、はい、あのやるべきその対中政策についても、はい、それはやっぱり政治が毅然としたリーダーシップで方針を示してほしいというように思いますけれどもね。はい、どうもそのあたり、あの安倍総理はいろいろなことをおっしゃってましたが、菅総理はちょっと言葉が足りないという感じがしましたけど、やっぱりリスクコミュニケーションというかですね、その辺が随分欠けてるのが、まあ、やってることがの中身の是非よりもそれが大きいような気もするんですが、それどんなふうにご覧になってますか？そうですね、まあ、まあ多分あの、菅総理って、まあ、総理になった以上はですね、やっぱり総理のあの不存なこと言うようですけど、はい、総理のやっぱりあの欠点をカバーをして、やっぱりいいところをあの存分に発揮してもらいたいんですね。はい、でやっぱり総理自身が、そのやっぱりマスコミュニケーションっていうのはやっぱり苦手なんだと思うんですよ。オープンな場所での、やっぱり国民に向かってのコミュニケーションってやっぱり極めて苦手な人だと思うんですね。でそうであればですよ、それこそあのアメリカなんかはあの、まあ、バイデンさんはそれなりにコミュニケーションを やりますけど、それでもあの足りないところはね、やっぱりハリスさんが起きない、そしてサキ報道官という、あの40代 の、あの女性の広報官がやっぱりあの裁くわけですよね。なんかそういうそのあの国家のリーダーのやっぱり足りないところをみんなでサポートして最大限 の、 あの政権の力を発揮させようっていう、そういうその官邸としての、なんていうのかな、その鼓動が ないんじゃないかなっていう、なるほど、感じは私はもう非常に受けています。なるほど、やっぱり周りにつける人たちによって全部随分変わってくるってことなんとかもしれないですね。なるほど、
それと山田先生といえば非常に名を挙げられたのが保育園落ちた日本死ねというあの頃から安倍政権を追及されてましたけども、菅政権、安倍政権の印象というのはどんな政権だというふうにご覧になってますか？そうですね、割とその菅政権というのは、のらりくらりとなんですけれども、割とこうご指摘は受け止めますと、はい、一旦はこう受け止めてみせる、そしてまたしまったと思ったら、その金融庁の取引停止の問題の撤回じゃないですけれども、なんかこうふわっと撤回したりとか、割とそういうその臨機応変なところあるなと思いましたけど、安倍総理の時はですね、実際待機児童問題って安倍総理にああやってこう、問題点をこう指摘をして、4年かけて待機児童を半減したんですよ、はいはい、で間違いなくその一つ の、あのエポックメイキングだったと思います。それは私の質問っていうよりも、本当にその当事者の皆さんがやっぱり政治を動かしたと思うんですけど、ただ安倍総理は皆さんからのご指摘で私はこう変えましたってことは絶対言わないわけですね、はい、あだからそこがねやっぱり旧来型って言えば旧来型なのかなっていうふうに思います、ただやっぱりその世界各地のね、いわゆるその民主主義国のリーダーのやり方見てると、それこそバイデンだってトルドーさんだって、蔡英文さんだって、ニュージーランドのアーダン首相だって、やっぱりむしろねその国民の意見にこうすごく柔らかく耳を傾けて、あなたたちが指摘してくれたから私は気づけましたと、そして一緒に物事をやっぱりすごく前進させることができました、お互いにこれを喜び合おうっていう、やっぱりもう今なるほどリーダーにはそういうコミュニケーションが求められてると思うんですよね、なるほど、次、総裁選、あるでしょう、菅総理がどうなるかは別として、でもやっぱりなかなか次で政権交代っていうことは現実的じゃないでしょうから、やっぱり次の自民党総裁にはやっぱりそういったその本当に国民とのリレーションシップをなんかきちっと作れるような、むしろやっぱりその国民の声で政治って変わるんだよっていうことを与党でありながらもやっぱりそのエンカレッジするっていうか励ますようななんかそういう政権になってほしいなって思いますね。そうですね、安倍政権も、私も議員だった時に安倍政権といろいろとやり取りしてましたけど、やっぱり民主党政権、前の民主党政権のせいでこの日本はこうなったっていうのがすごく多くて、自分は絶対に正しいんだっていう、それがちょっとありましたね、姿勢としてですね、でもやっぱりなんか国民って、もう政治家も間違えるってことを知ってるし、間違える以上にやっぱり時代は変わるので、共に変わってほしいっていう、そういう姿見たいって思ってると思うんですよね。なのでやっぱり求められる政治家像もバージョンアップして、なんかブレない頑固一徹像ではなくってね、やっぱりきちっと時代の変化に対応しますと、国民の声にこうしますと、そういうリーダーシップであってほしいなと思います。なるほど、それは新しいリーダーシップのあり方でしょうね。そういった意味で今の自民党の外側にですね、いわゆるこの、左ではなくてですね、もう少し真ん中でも右でも、そういうことを言ってくれる勢力がですね、私なんかそういうことを昔目指してたんですが、今は目指してないんですか？いや、もちろん目指したいと思ってます今は目指してるんですけどでそういう中でですね、山本先生みたいな方が国会でこう活躍されるのは非常に楽しみにしてたんですけれども、今回辞められるということを聞いて、びっくりされた方も多いと思うんですが、その理由とかそのあたりちょっとお話しいただければと思います。そうですね、はい、10年大体ですね、議員をやってきまして、特に3期目の選挙の時からは、やっぱり次も任期をいただいたら、もう選挙のために使うのやめようって決めたんですよ。やっぱりいただいた任期は次の選挙のためじゃなくって、微力だけども、もう必死に政治の仕事を一回やってみようって一回やってみようっていけないんですよ。挑戦しようって、で、この3期目もう4年の任期が、丸々そのチャレンジに使うことができたわけですけれども、なんかやっぱりですね、この10年で一旦一区切りでもいいかなっていうような気がしたんですよね、せっかくなのでもうちょっとこう率直に言うとね、やっぱりなかなか
政権交代ってまだまだ難しいと思うんです、はい、それの一つの理由に、はい、あのやっぱり野党の中の世代交代が進まないということがあると思うんです。顔が変わらない。そうですね、確かに、うん、民主党政権のそのトラウマっていうのを一新するだけの新陳代謝が起きない、うんうん、昔の人がまた出てきてるっていう感じですよねで、まあ、おそらく、まあ、私あの同世代で、まあね、2009年あの政権交代の時に一緒に当選した議員がいっぱいいるわけですけれども、はいはい、やっぱり彼ら彼女らが今思ってるのは、うん、まあ、とにかく選挙に受かり続けてね、うん、で、まあ、世代交代を待とうと、うん、あ、まあね、あのしっかりと、まあ、あの自分の考え貫きながらね、うん、時が満ちるのを待つと、うん、でこれはこれでそういう感じなんですか。いわゆるあのなんていう王道だと思います、はい、本当に、まあ、政治の一つの、まあはい、ただ私はちょっとやっぱりあの天の尺なので、いやいや、時が満ちるのを待つのに、うん、ただただ議員で居続けるんだったら、うん、それこそあの議員のじゃない立場で一旦外に出て、うん、じゃあそういう時を作り出す方が面白いんじゃないかって、なるほど、まあ実際すごく思いました。あ、そうですか、はい、あとやっぱ選挙にずっと受かり続けないと、うん、出世できないっていう状況こそ、うんうん、なんかこのなんていうの、新陳代謝をあのそのですね、阻害してるわけですよね、はい、そうです、はい、そう思います、はい、で先輩議員は、まあ、後輩議員に、はい、いや俺たちだって雑巾がけやってきたんだ、はい、3期4期なんてまだまだ、うん、あの小僧だと。でもあのあれですね、選んだ有権者、選挙区の有権者に失礼、そうなんです、失礼ですよね、それ。本当に失礼だと思います、1期目からやっぱり働いてもらわなきゃ困ると思って、はい、その地域の人たちは選んでるわけですよね。そうですよね、はい、で応援演説なんかみんな即戦力ですとか言うじゃないですか、言ってますよ、先輩議員がマイク持って。はい、私も言ってました言ってますよ、言います、私も言いましたよ、いっぱい応援しながら、はいはい、でもそういうその選挙の時はこの人即戦力ですって言って、その、 あの 新人を、うんうん、あの紹介しながらですね、はい、勝ち上がってきたら、いや一期生だからコピー取りやってって言うじゃないですか、はい、いや本当その通りなんですねそれを変えたいんですよね、で、まあ、おっしゃったようにあの仕事は次の選挙に当選するっていうのが衆議院議員の仕事っていうのは、大半の議員がそうなってるっていうのはですね、国政が仕事ですよね。そう、国政が仕事だって、やっぱりその、あの、通信簿が選挙だと思うんですよね。はい、おっしゃる通りですね。なんとかそれを、外からじゃないと多分変わらないんじゃないですか？そういうことです。って思ったんです。うん。本当は中からね、それこそあの、やっぱり、あの、現職でも、次に選挙に出るためには、あの、新人と予備選挙、勝ち抜かなきゃいけないっていうシステム作るとかね、あとはやっぱりまあ4期まで、あるいはあの4期過ぎたらね、選挙区変えてね、はい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 、うん、あ、イギリスなんかそういう、イギリスなんかそうですよね、はいはいはい、うん、そういうシステムを入れれば、うん、もうあの黙ってても新陳代謝進みますよね。あ、そうですね、あ、予備選挙っていうのはちょっとありですね。あると思います、うん、それはポイントは現職でもってことですね。はいはい、そうですね、はい。どうして現職だといつも立候補のなんかプライオリティあるんですかって思います。いや本当それがなんか不遇になってますからね。そう、それは与党でも野党でもです、野党もそうなんですよね、うん、だから今言ったような提案って常にどの党も若手議員が、うんうん、あの提言しますって言って、うん、はい、自分の党の執行部に持っていくわけですけど、うんうん、まあ、そこで終わってしまってね、うん、まあ、中から実現するのには、はい、動き範囲ないなって、あ、なるほど、まあ、すごく感じたこともあってですね、昔からの日本で政治改革と言われてましたけど、それが一番の政治改革じゃないですかね。あの、本当に土台から変えると思います。土台からですよね。なるほど。それで、まあ、あのそういうふうに立場を一旦国会議員から外れた方がそういうことを実現できる可能性があると、開けてくるという。そうですね、はい、あの期間限定政治家っていうのを政治家はみんな怖がるので、やめたらどうしようみたいな、はい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 、だから、まあ、だったら一回自分でやってみようかなって、そうですか、それは、はい、あの、あれでしょうか、新しい政治の力を作っていくとか、なんかそういう展望がなんか多いなんでしょうか。そうですね、まあ、何かこう新しい政党を作るとかそういうことではないんですけれども、なんか今私永田町ってドーナツ化現象が起きていると思っているんです、はい、っていうのはやっぱりその永田町ってメディアの人いますよね、はい、政治家がいまして、はいはい、で役人がいる、はい、でも
やっぱりそのなんか志ある人から外に出てってる気がするんですよ、うん、役人の人もそうですね、割ともう若手からもっとやりがいのある職場を求めて、すごいですね、すっごく抜けてますね、はい、でメディアも、うん、あのそういう面大きいです。やっぱり若い世代がむしろネットを使って独立していくと、はい、私の周囲にもいますよね。いますでしょ、はいはいはい、でまあ、 あの、うん、私なんかは少なくともね、うん、あのやっぱり一旦ちょっとここの外に飛び出たいな、うん、そうすると結構、はい、永田町って割とこう、うん、もうドーナツの穴みたいに空洞化してきていて、うんうんうん、むしろその周りにね、うん、志ある人の連帯が始まってるんじゃないかなっていうような気がして、なるほど、まあ、私は一度、はい、でその輪っかの部分にね、はい、やっぱりそのそれこそ政治家を辞めてメディアになるとかね、うん、メディアを辞めて NPO を立ち上げるとか、うん、で NPO からその役所に行くとかね、うん、で役所の人がアカデミア、うん、大学行って、うん、はいはい、でまた大学の人が立候補するとか、はいはいはい、このなんかドーナツの周りの部分で、うん、いわゆる回転ドアとよく言われるものですよね、はいはい、パブリックを担うのは政治家だけじゃないと、うんうん、人材がぐるぐる回っていく、うん、そういうものを作りたいなと思うんですよ、ね、私がね、あの理想としてることでもありま す, なんです、ね、ですよね、あのこれ私はもう本当にあの皆さんがずっとやろうとしてきてることを同じく言ってるだけで、で私ももう一回辞勤やめますって言った途端に、うん、はい、いや私もそう思ってますよって言ってくださる人がいっぱいコンタクトをくださって、はい、そうでしょうね、あ、こんなにいるんだって思いました、いますのでですね、はい、でそこが本当にあの今の、政治の既存政党の仕組みでは国政にまだ人を送れるだけのですね力にこう集まってないというか、うんうんうん、それをどうするかをちょっと今、うん、私も悩んでいると思うんです、うん、でですね、うん、またいろいろとお力添えいただければなというふうに思いますし、お知恵もいただければと思いますけれども、まあ、そうやってやっぱり新しい日本の政治を作っていかないと有権者も政治から離れる一方だし、そもそも政治に関心のないという若者がどんどん増えてると、うん、やっぱりそこのところを変えていかなければいけないですよね、うんはい、うん、本当にそう思いますね、はいはい、で具体的には当面は何かこういうことをされるとかそういう ご計画とかあるんでしょうか。あるんですけど、まだちょっとそうまだ一応まだあの、一つねやっぱ私示したいのは、はい、やっぱ閉会中でも野党でも、はい、もうあの一回やめますって宣言しても、はい、あの最後まで仕事はできますよっていうところを見せたいっていうのがすごいあるんですよ。はいはいはい、だから、まあ、あの国会閉じてるけど、はい、まあ、閉会中にたまにある委員会を通じて、それこそ西村大臣に質問してね、はい、撤回させたりとか、今アフガニスタンからの救出の問題も、はいはい、やっぱり野党だって外交でやっぱりあの動き取ることできるというのはやっぱり示したいなっていう思いがあるんです。なるほど。ただやっぱりこの延長線上でね、うん、あの本当にあのこの、まあ、人権外交ですね、うん、あとは憲法、あそうだ憲法の問題、この2点については、はい、やっぱりちょっと思い残すところがありますの で, です、ね、はい、あの議員を辞めてもですね、うん、あのしっかりと、はい、あの今までしてきた提案をブラッシュアップして、はい、それをあの実現に向けてさまざまな世論を形成して、なるほど、あの働きかけていくっていうことを続けたいと思ってます。保守系 の, あの人が多いと思うんで視聴者ですねこの憲法のことを最後ちょっとはいはい、はいはい、うん、どういうふうなお考えで、はい、はい、そうですね、はい、あのまあやっぱり今、はい、あの緊急事態条項って皆さん気になさってると思います、はいはいはい、でも緊急事態条項に反対するのは野党で賛成するのは与党みたいな、まあこの枠組みもやめましょうっていうことだと思うんですね。でまあ私自身はまあこのコロナ禍も含めてですね、やっぱりこの国にまともな緊急事態条項がないことがね、もう危機をコントロールできてない大きな原因だと思ってるんですよ。だから真っ当な緊急事態条項っていうのを、はい、あのバッジつけている間にあのしっかり仕上げて、はい、でそれを、まあ、あの本当に各党にもあの示しながら、あの次につなげたいなって思っているんですね。やっぱり今回も緊急事態条項の問題が露呈しましたですね、うん、
医療機関に対して何もできないっていう、うん、あれが結局病床数の制約になって、うん、でみんなの活動を止めなきゃいけないとか、うん、そういう時に、政府の権限発動ができないっていう、うん、あの要請して名前を公表するしかできないっていう問題はですね、あの今の憲法でも、そういったその、ちゃんとあの政府が、うん覚悟を決めて法律を作ればですね、できるわけです、はい、そういう病院に対する命令だとか、はい、あるいは都市封鎖だって、はい、今の憲法を変えなくても、はい、あの法律作ればできます、うん、ただ、はい、やっぱり問題なのはですね、うん、日本の場合はやりすぎをチェックする仕組みがないです、うん、あとは緊急事態でも今国会閉じてますね、うん、やっぱりその強い権限を与えることって私場合によっては必要だと思うんですけど、はい、その大事な条件はちゃんと国会でチェックできるってことと、はいそうですね、やりすぎたら裁判所がダメよと言えるっていう、そうですね、はい、この仕組みをやっぱちゃんと憲法の中に入れといた上でね、はい、本来は、はい、あのやっぱり必要な、そうですね、あのやっぱり強力な権限っていうのを一定の限度でちゃんと、はい、あの行政に渡すと、はい、このやっぱり仕組みは、はい、本当に統治機構そのものの問題 で、ね、はい、それはやっぱり、うん、あの法律で勝手に作るんじゃなくて、うん、国民投票で国民の、はい、やっぱり意思の表れとして、はい、本当は憲法に書くべきだと思います。いや全く私も同じ意見でして、今あの新しい 法規制を検討すべきだっていうんですけども、それは専門家が決めるのか官僚が決めるのかと、そういうもんじゃなくて、うん、内閣総理大臣の決断で決めて、それは国民が審判をするという仕組みの下で裁量権を与えるっていうんじゃないといけないんじゃないかと私は思ってるんですけども、うんうん、そういう理解でよろしいですかね。そうですね、はい、だからやはりその総理が最終的に決断をする、うん、そういうその法律のまあ執行にしてもですね、はい、そのおおよその土台は、はい、やっぱり国民の意思、はい、が作り出すっていうことですよね、はい、だからずっと野党こそ憲法改正に積極的であるべきだと、はい、そうですね、はい、やっぱり、まあ、菅政権にしても、うん、安倍政権にしてもね、はい、暴走してるっていうなら、うん、その暴走をきちんとコントロールするために、うん、はいはいはい、憲法を変えるべきなんじゃないですかっていうふうに思ってます。はい、わかりました。あのいずれにしてもですね、あの国がちゃんと大事な時には機能するということを、そしてやっぱり政治が本当に機能するためにはもっと新陳代謝が起こるって、はい、しかももっと広い層からそういうのがあの入ったり出たりしていくという、はい、そういう仕組みを作らないと、日本はとてもこの極難の時期を抜きていけないということですね。はい、そう思います。はい、あの今のお話を伺って、まあ、私もいろんな面であの組んでいけることができればと思っていますので、またこれからもよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい。